リックスバファローズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。まずはバファローズのエース山本が京セラドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは金子。さあ注目の立ち上がりです。初球打ち、この打球はファールグラウンドへ、切れていきます、ファウル。低め見送っています。3球目は何で来るか。打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている源田。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは伏見。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。147キロ、ライトに上がった、ここは打ち上げています。ライトが取りました、ツーアウトです。クリーンナップが登場します。バッター森、ツーアウトになっています。初球変化球空振りです。ボールになります。ボール。これが4球目。いいボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球入りません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。3アウトチェンジ。この回ライオンズ三者凡退です。守ります。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか。当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。福田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。さあまず1球目、初球打ち、入れました、ファールボール。
めの際どいところですが外れています。外の低めです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ここは落としてきました。ランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターボックスには宗。まあここは送りバントでいいかもしれませんよね。なるほど、そうですか。まあ彼のクイックは速いですから、走るならそれも計算に入れておかないといけませんね。ああそうですね。ここはゲッツー体制のままですね。バントには備えませんね。送ります。キャッチャーが取る。アウト、ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあバファローズ一打先制のチャンスです。まずは先制して主導権を握りたいですね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには吉田が入っています。まずはボールから入りました。改めてお聞きします。この吉田、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、率も残せて大きいのも打てる、パワーとテクニックを併せ持ったバッターですね。そうですか。これが3球目。低め、いいところに持ってきましたが外れます。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。外へのストライク。さあフルカウント。空振り三振。前にボールを飛ばせません。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。前に飛ばしたかったんですけどもね、まあ、ただ次が彼なんでね、非常に面白いと思いますよ。このチャンスに期待がかかる杉本がバッターボックスです。最初から際どいコースを狙ってきました。外の低め見極めます。さあ3球目は何か。これもアウトコース、ボールになります。牽制、二塁タッチもセーフ。これも低めに持ってきました。見送っています。ボール。まあ、次のボールは見ていくタイプと。引っ張った。ここはフライになっています。スカンジェンバーグが掴んで3アウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回表に入ります。ライオンズの攻撃。バッターボックスは4番山川。バファローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。
さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど、さあここからどう抑えていくかも注目です。次が2球目、ボールになります。ボール先行です。切れていきます、ファウル。低めはボール。これが5球目、これもファウル。ここはゾーン内で変化するボールも有効でしょうね。なるほど、変化球空振り。まず一つアウトを取りました。初球打ち、この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。打席には6番バッター中村、ツーアウトになっています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ストレート外れました。インコースに持っていきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。2回の裏になります。バファローズの攻撃、バッターボックスには5番 T 岡田。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。初球ボール。ストライクになります。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。わずかに左に切れました、ファールボール。変化球が低めに外れます。さあ5球目は何か。ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。バッターは DH モヤ、高橋コーナー。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、これはどうか。レフト掴んでツーアウト。バッターは7番に入っている伏見。ツーアウトになっています。
緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。2回終わって0対0同点です。3回の表7番から始まるライオンズの攻撃。バッターはウーネンティン。バファローズ得点に動きはありません。0対0で3回を迎えています。これが1球目。初球変化球は空振りです。得意のボールでストライクを取りました。さてバッターボックスのウーネンティン、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、ホームラン打ったかと思えば今度は盗塁。才能に恵まれたバッターですね。ああそうですか。打ちました。詰まりながらもセンターへ。この打球はフライになっています。センターが取りました。打席には8番バッタースパンジェンバーグ。まずはワンアウトを取っています。これが初球。空振り。これが2球目。この球は落としましたが決まりません。緩いボールできました。ストライクになります。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。インコースを落としました。フルカウントです。バットに当たりません。三振。バッターは9番に入っているアイト。ツーアウトランナーありません。初球打ち、これはスタンドへ入りそう。切りました。ファールボールです。ボールカウントはワンストライクです。外への変化球外れました。またファウル。外れてボール。ボールになります。スリーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですがいかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。さあどちらがその主導権握るんでしょうか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。
さあ2球目は何か。低めの際どいところですが外れています。3球目外れました。引っ張った中村、アウト、ワンアウトです。バッターは9番に入っている紅林。高橋光成、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。際どいコースに送ってストライク。次が2球目。落ちる球。ちょっと合わないようです。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。ファウルになります。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、変化球わずかに外れてボール。この球は外れています。3ボール2ストライクです。7球目は何で来るか。バットに当たりません。三振、2アウトになっています。打順はトップに帰って福田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトランナーありません。初球ボール。高めはボール。ボール先行です。次が3球目。高め外れました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。ファウルになります。3ボール2ストライク、フルカウントです。インサイド、ピッチャーライダーです。この回バファローズ三者凡退です。3回終わって0対0、同点です。里崎さん、さすがエース、立ち上がりしっかりと0点で抑えてきましたね。まあそうですね、立ち上がりを含めて序盤はさすがという投球内容でしたね。そうですね、このゼロ更新どこまで続けることができるんでしょうか。打ちました。これはどうか。破りました。センター前、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。さあ一塁に先制のランナーを許しています。
バッターは源田。まあバントの技術がしっかりした選手なんで。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト。いい送球、盗塁失敗。見事に盗塁を阻止しました。このアウトは大きいですね。ええ、先制のランナーでしたからね。キャッチャーがいい送球しましたよね。そうですね。こういう足のあるバッターは塁に出さないように気をつけたい。高めのボール打ちました。ここは打ち上げています。これは平凡なセンターフライ。打席には3番バッター森。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、打ちました。この打球は落ちそうだ。この回ライオンズ結局3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。2番バッター宗。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。まあ、とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。打ちました。これはセンターに抜けました。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返していきました。バッターボックスには3番吉田。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。次の投球でランナーが走ってくるか、バッテリーも警戒します。よく見極めました。フォアボールです。さあバファローズ先制のチャンスを迎えています。まあここで先制しておきたいところですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには杉本が入っています。まずは見送り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。セカンド正面、二塁へ送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ。さあそして打席には T 岡田が入っています。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあ2アウトながら得点圏にインサイド打った。サードが抑えた。一塁アウト。これで3アウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。5回の表ライオンズの攻撃、バッターは4番山川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズ得点に動きはありません。0対0で5回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使えますからね。出したくないですよね。そうですよね。
インサイド変化球外れます。変化球外れました。打ちました。センターに上がった。ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターは今日 DH に入っている栗山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れません。入った。ホームラン。ようやく均衡が破れました。バファローズ痛い一発を浴びています。バファローズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。6番バッター中村。バファローズこの回先制点を与えています。アウトコース空振りです。打ちました。切れました。ファールボール。変化球入りません。打ちました。これはショートライナー。バッターボックスは7番ウーネンティン。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウトになっています。まず打ちをついてきました。スピードボールを持っています。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。ストライクが入りません。ここは1球見ました。引っ張った。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回西武ライオンズ値千金のホームランが出ました。1対0ライオンズ先制です。西さん、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですがいかがですか。まあこれまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね。修正整理できるんでしょうか。際どいコース見送っています。今のはよく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。低めに外れてボール。センターへ。金子抑えてワンアウト。バッターボックス伏見。
先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。高橋光成、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、2球目は何で来るか。151キロ、真ん中です。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。次が4球目、この高めは外れます。釣り球でしたけど見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。ファウルになります。打ちました。弾き返した打球は左中間へ、レフトが取りました。ツーアウトです。打順は8番安達、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール、低めの変化球です。ボール先行です。カットボール、4球目は何で来るか。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって1対0、1点リードはライオンズです。ここまでのハイライトです。1回の裏、このチャンスの場面、しかし外野へのフライ、先制とはなりません。4回の裏、チャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、両チーム無得点のまま回が進みます。5回の表、ワンアウトランナーなしからバッターは指名打者栗山。均衡を破ったのはこの人の一発。バファローズ、この一発で先手を取られます。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。京セラドーム大阪からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ライオンズの攻撃、バッターボックスは8番スパンジェンバーグ。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズ1点ビハインドで迎える6回です。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。アウトロー外れます。ストライクになります。ツーボールツーストライクです。
変化球空振り、ワンアウトです。9番バッターアイト、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが2球目。あー、いいボールでしたけどね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。高めストライクになります。ツーボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。引っ張った、宗、一塁送球、アウト、ツーアウト。打順は1番に返ります。バッター金子、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。痛烈、切りました、ファウルボールです。アウトロー、見送ってボール。よく見ています。打ちました、切れました、ファウルボール。ボールカウントは2ボール2ストライクです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。紅林が掴んで3アウトです。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。1対0、ライオンズが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、バファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打のジョーンズ。バファローズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。インサイド見送っています。高めに決まりました。146キロ。外の球外れています。これが4球目。今のはバッターよく見ましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、一塁送球、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って福田、先ほどの打席はピッチャーライナーに倒れています。まずはワンアウトを取っています。アウトコース見送ってストライクです。
際どいコース外れました。3球目は何で来るか。スライダー外れます。スライダー外れます。次が5球目。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返していきました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。さあ同点のランナーが一塁です。バッターボックスには宗。まあここはバントも十分考えられますよね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。初球ボール。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。うん、そのようです。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。まあ、もしかしたらエンドランというような策があるかもしれませんね。あ、なるほど。決まりましたね。はい。外のストレートわずかに外れてボール。ファーストランナースタート。ヒットエンドラン。セカンド送球、二塁はセーフ。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。初球は何で来るか。やはりこういう場面では安易にストライクから入れませんよね。なるほど、そうですか。ファウルボールです。誘ってきましたね。振ってきません。外れています。際どいところへ決めてきます。さあ追い込みました。さあ仕留められるか。切りました。ファウルボール。センターへ上がりすぎたか。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったバファローズですがそのチャンスを生かせませんでした。6回終わって1対0。1点リードはライオンズです。これから7回、バファローズに選手の交代がありました。ジョーンズそのまま入りセンター。里崎さん、本人は完投してやるという気持ちで投げているんでしょうね。まあそうですね。このクラスのピッチャーなら当然最後までという思いでマウンドに上がってるでしょうね。はい、そのあたりの意地の投球この後も期待しましょう。外への変化球は決まりません。ボール先行です。ボールになります。ストライクが入りません。
変化球持ってきました。3ボール1ストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。足立が抑えています。ワンアウト。3番バッター森、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。高いバウンド取った、アウト。ここは送球が間に合っています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。変化球わずかに外れました。ボール先行です。外を狙っていきました。スライダーが決まります。2ボール2ストライクと追い込んでいます。アウトコースのチェンジアップ、フルカウントです。バッターボックスには指名打者の栗山、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。まあバッテリーとしては最悪な結果でしたよね。はい、今度はしっかり抑えないといけませんね。さあ今度はしっかり抑えたいところ。フォアボールのランナーが出ています。さあ2球目は何か、高めギリギリです。ノーボール2ストライク。さあ外してくるのか、ボールになります。さあ4球目は何か、変化球が低めに外れます。このフライは切れそう、切りました。ファールボールです。外への変化球外れました。3ボール2ストライク。さあこれで決まるのか、インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。1対0、ライオンズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。まず何を投げてくるか、インサイド外れます。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスは5番 T 岡田、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド見送っています。スライダー外れます。ボール先行です。
しましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール、ストライクが入りません。3ボール1ストライクです。まあここ甘いボールが来たら打っていくべきだと思いますね。なるほど。さあバッターは何を待って、アウトコース打ちました。ここはフライになっています。取ってツーアウトです。バッターは DH モヤ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。次が2球目、引っ張った、難しいバウンド、セカンド取る、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいバファローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって1対0、ライオンズが1点をリードしています。8回まで来ましたライオンズの攻撃。バッターボックスは6番中村。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。まあここは注意していかないといけませんよね。なるほど、そうですね。バファローズ1点ビハインドで迎える8回です。試合は終盤1点の攻防となりました。まあここは我慢のしどころですよね。最少失点で逆転を狙っていきたいですね。この後も集中力が必要です。これが3球目、インコース決めました。この球は外れています。打ちました。この打球はフライになっています。ウネ抑えてワンアウト。バッターは7番ウーネンティン。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。打ちました。福田、ツーアウトになりました。8番バッタースパンジェンバーグ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、インサイド打ち上げました。ここは打ち上げています。ジョーンズが掴んで3アウトです。この回ライオンズ三者凡退です。1対0、1点リードはライオンズです。8回の裏に入りました。7番から始まるバファローズの攻撃、伏見がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだった。初球打ち伸びていく、どうだ、入ります。そのままスタンドに入りました。同点のソロホームランです。オリックスバファローズ、この終盤試合を振り出しに戻す大きな一発となりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。試合は振り出しに戻っています。バッターボックスは8番足立。バファローズホームランで同点としています。西さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この流れに乗ってね、この回で勝ち越しておきたいですよね。さあ続いていきたい。これが2球目、切れていきます、ファウル。打ちました、痛烈な打球、
めましたね。膝元変化球がわずかに外れています。高め見送っています。6球目は何で来るか。よく見極めましたね。やはり選球眼のあるバッターですよね。外の変化球わずかに外れました。3ボール2ストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。ピッチャーちょっと疲れが見えます。いや、球にね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。さあ2球目は何か。インコース変化球決まりません。ボール先行です。わずかに外れてボール、ストライクが入りません。アウトロー空振り、スリーボールワンストライクです。ライオンズ、ここでピッチャーが変わります。一塁に勝ち越しのランナーを置いた場面でマウンドに上がったのは平。さあここでバファローズダイソーを送ります。ファーストランナーは佐野、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。キャッチャー2塁送球する、2塁タッチアウト、盗塁失敗。初球からスタートしましたがここは失敗に終わりました。西さん、今の盗塁どうだったんでしょう。貴重。インサイド、打球は左中間へ、金子が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ貴重な得点が入りました。8回終わって1対1、バファローズ同点に追いつきました。西さん、ここまで打線がなかなかエースを援護できてませんね。そうですね、このエースの頑張りにね、なんとか打線も応えてほしいですね。そうですね、奮起に期待したいですよね。内への変化球は決まりません。ファウルになります。際どいコースに送っています。打ちました。これはスタンドへ切れました。ファールボール、これが6球目。ここもファールです。バットは動きません。よく見ています。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。これもファウル。いきなりトップバッターを歩かせました。ノーアウトから。さあここでライオンズダイソーを送ります。ファーストランナーは岸、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。
ランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁は痛いですよね。これでワンヒットで勝ち越しの場面になってしまいましたよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。まあそうですよね。そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。送ってきた、左方向へ転がした、一塁アウト、送りバント成功、ワンアウトランナー三塁。さあそしてバッターボックスには源田が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもピンチの場面。まあここをしっかり抑えて味方の勝ち越しを呼び込みたいですよね。うん、なるほど、そうですよね。まず牽制、三塁タッチもセーフ。初球打っていった、サード取った、一塁アウト、ランナー三塁はそのままです。さあそして打席には森が入っています。うーん、嫌なバッターに回ってきましたね。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあここは勝負どころでしょうね。ここもしっかり切っていきたいですよね。なるほど、そうですね。インコース見送っています。152キロ、際どいストライクです。ワンボールツーストライクです。落ちる球を見極めました。痛めました。あ、今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようで。さあここでライオンズ代走を送ります。熊代がファーストランナーに入ります。うーん、踏ん張りどころですね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。山川が打席に入っています。外の球打った、切れました、ファウル、フェアならば勝ち越しかという。このピンチ見事三振を奪いました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。勝ち越しのチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対1同点です。9回の裏、バファローズの攻撃。バッターボックスは2番宗。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バファローズ同点で迎える最後の攻撃です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。スライダー外れます。まあここは狙いとは違うボールにも対応していかないと。これはファウルボール、ファウルボールです。低めの変化球です。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。
った。センター前へ抜けていく。センター前ヒット。これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。バッターボックスは3番吉田。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。牽制します。一塁はセーフ。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。なるほど、そうですか。ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この盗塁大きいですよ。一打サヨナラのチャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい。外の球打った、ファーストの右、そのまま一塁に入ってアウト。しっかりランナーを進めましたね。まあいい場面でいいバッターですから非常に期待が持てると思いますね。はい、その期待のかかる杉本が打席に入って、ここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。バファローズとしては何としても点を取りたい場面です。まあここでね、一気に攻略できればね、まあ、相当なダメージですからね。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。このストレートは入りません。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリード、タッチもセーフ。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。次が4球目。今の球は打ちたかったですね。はい、そうですね。平行カウント、ファウルです。低め外れています。フルカウントになります。外れてフォアボール。これで満塁になります。一打サヨナラというピンチを迎えました。いや、選球眼がいいですよね。バッターよく見極め、ライオンズここでピッチャーが変わります。一打サヨナラの場面でマウンドに上がったのはギャレット。さあ、そしてバッターボックスにはゴヤが入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、なおもチャンスで満塁の局面、掴んでアウト、アウト、ダブルプレーで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。サヨナラのチャンスがあったバファローズですがそのチャンスを生かせませんでした。9回終わって1対1同点です。10回の表ライオンズの攻撃、バッターボックスには指名打者の栗山、今日はホームランを放っています。
バファローズ同点でこの回を迎えています。里崎さん、まあこの展開ですからバッテリーには相当なプレッシャーがかかってきますよね。まあここは我慢比べですよね。バッテリーはこの状況でどう組み立てていくのかをしっかり考えてほしいですよね。なるほど。2球目打ちました。下がっていく、下がっ、ポール際切れました。入っていれば勝ち越しというところでした。ボールになります。勝ち越しを許します。2対1になりました。ここで一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。バファローズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手のケイ・スズキ。バッターボックス中村。バファローズこの回勝ち越しを許しています。最初は変化球できました。次が2球目、膝元をつきましたが外れました。外れてボール。4球目は何で来るか。見送っています。ボール。アウトコースへ決めました。フルカウントです。外れてフォアボール。ホームランの動揺が残っているか。ノーアウトからランナーを出してしまいました。もうちょっと際どいところに投げたかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。いいところへ決まります。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはファウルになりそうです。わずかに右に切りました。ファールボール。内へ低めに変化しました。アウトコース外れます。3ボール2ストライク。ピッチャー取った。2塁アウト。どこか痛めたか。痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。
めはボール、ボール先行です。さあ3球目は何か、非常にブレーキが効いたボールです。変化球タイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。落ちる球できました。3ボール2ストライクです。ファウルになります。際どいが、あっとフォアボールです。得点圏にランナーを進めています。フルカウントなんで手を出してくる想定のボールだったんでしょうけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。初球は何から入ってくるか。初球打ち、ファーストが抑えた。二塁アウト、際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。さあまず1球目、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。低め外れています。ボールが3つになります。貴重な得点が入りました。2対1、ライオンズが1点リードと変わっています。10回の裏、バファローズの攻撃です。そしてライオンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。バッターは伏見、先ほどの打席で一時同点となるホームランを放っています。バファローズ1点ビハインドでの攻撃です。西さん、ここはどうしても塁に出なければなりませんね。まあ逆にね、力まないでほしいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。ファウルになります。打ちました、痛烈、切りました、ファウルボールです。これが4球目、高め外れました。またファウル、アウトコース見送っています。ここもファウルです。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、ストレートわずかに外れてボール。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました、弾き返した打球はセンターへ。センターが取りました。バッターボックス足立、今日はまだ当たりがありません。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですよね。ワンアウトランナーありません。さあ守護神増田がバファローズ打線の前に立ちはだかります。簡単には攻略できないでしょうね。そうですね、それでも何とかして得点までこぎつけたい。次が3球目、この低いボールは外れます。2ボール2ストライクです。
変化球外れます。3ボール2ストライクフルカウントになっています。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターはダイソーから起用されている佐野。ツーアウトランナーありません。点差はわずかに1点。この打席からチャンスが生まれるかもしれません。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあ何とかしたい。アウトコース見送っています。2球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか。高め空振り、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り、試合終了。オリックスバファローズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、エースで試合を落とすというのは通常の敗戦よりもダメージ大きいんじゃないですか。いやもちろんチームとしてはね、もう勝てると思ってますからね。まあ今日の試合大きいですね。ぜひ明日から切り替えてほしいと思います。勝った西武ライオンズ、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。